はい、テッシーです。星を見る人、プレイしていきます。まあ伝説のゲームですよね。クソゲーやだ、一周回って神ゲーだとかいろいろ言われております。これファミコンなんですが、1987年発売ですね。それで2020年7月30日に任天堂スイッチに移植されるという、まさに移植の作品です。まあ、このオープニングのタイトル画面と曲ですよ。どうです？まあ、タイトル画面はゲームタイトルの星から宇宙を想像させてますよね。星といってもスターの方じゃなくて惑星とかの方、人が住んでるというか、まあ惑星ベジータみたいな、そっちの惑星の星の方ですね。曲もやっぱりなかなかどうしていいですよね。まあ、ストーリーの中身とリンクされていて、機械チックな感じとほんのちょびっとなんかミステリー感も出している感じで、まあいいですね。はい。でストーリーなんですけれども、まあざっくり、本当にざっくりです。機械の文明がなんかすごい発達して、まあ人間、人々を追い込んでいくみたいな、そういった感じで、まあその機械に対抗する、機械を倒すためにはサイキック、まあ念能力みたいな感じですね、サイキックが必要で、それで選ばれた4人の子供が主人公で、まあ、そのサイキックを駆使して冒険、ストーリーを進めていくという内容です。まあ本当にざっくりでしたね。まあこれだけ聞くと、あーでも良さげじゃねっていう感じですよね。まあただなんでクソゲーと呼ばれているのか、まあ早速プレイしていきましょう。スタートをまず押します。はい、これもうスタート画面ですね。で RPG となっております。で RPG ですね、何の説明もなくいきなり放置プレイですね。まあファミコンは結構ね放置あるからまだ許せると、まあまだ許せるんですけれども、まあちょっと歩いてみましょうか。下にちょっと歩いてみますね。はい、くっそ遅い。まあこれはやばいですよねやばいと。まあなんでクソゲーと呼ばれているのか、まあここら辺からやばくなってますよね。もう久々になんか餌食った鳩の方が早いんじゃねえかっていうぐらいですよね。はい。でもちろんあの RPG なんで街があるんですよね。街、これ街、この画面の中に街あるんですけれども、これ見えます？よーく見てください。これ見えません。はい、街が見えない、これもやばいというね、はい、感じですね。で街はね、ここ、あ、ここにあります。はい、入れましたね。で最初の街、街の中もこのスピード、まあフィールドと街の歩くスピード結構違うゲームとかあったりするんですけれども、基本これで進めていかないとならないという感じですね。でまあちょっと戦闘してみますか。戦闘ね、どんな感じなのかと。これもうフィールド、お、出ましたね。サラマンドに突然出会ったと。でコマンドがいろいろありますね。 ESP、 戦う、防ぐ、薬、力ってありますが、で、下の方にいる、なんか手広げて万歳しているのが、主人公の南くんですね。南が主人公で、なんか5って書いてあるんですけれども、これ何でしょうかね、5って、えって感じですね。これ HP ですね。 HP これ実際50あるんです、実際で。切り捨て表示で50ってなってます。これもやばいですね。ではまあ戦ってみましょう。戦うと、サラマンド、南はサラマンドに攻撃をした、そして2のダメージを与えた。はい、そして10のダメージを与えた。そうするとちゃんと4になってますね。残り40ですね。でまあ戦いましょう。はい、サラマンドに攻撃した、1のダメージを与えた。これ10のダメージ、あーこれやばいんじゃねみたいな。こっち1とかのダメージじゃない、向こう10とかになってるっていうね。はい、お、倒せましたね。はい、敵を全滅させた、5の経験値が増えた、7ゴールドを見つけたという感じで、
力を見てみますと HP、 まあ HP というかヒット力、右上の南、体普通、レベル0、まあ0から始まるっていうのも斬新ですけれどもね、0、ヒット力っていうのが現在の HP ですね、ヒットポイント、まあヒットポイントのヒットか、でマックスヒットっていうのが50の状態で、最後出ましたね、最高力、これが30ですが、今はサイキック、まあ、サイコは持っていないので、この ESP っていうのが、ブレイク、ジャンプ、テレパシー、セーブ、ここなんでここにセーブがあるのかよくわかんないですけれどもね、このブレイク、ジャンプ、テレパシーがサイキックとなって、まだ今使えないんですよね、まあ、使おうとしてもまあまあ何も起こらずという感じです。はい、いかがでしたでしょうかね、まあ、今回第1回なので、まあ、どういうゲームかっていう本当に簡単なチュートリアルというか、まあ、説明いたしました。でいつも通りガチで攻略していく動画となっておるので、まあ、ずっとやっていきます。でただね、このゲームに関してはレベル上げとか、まあ、そういった部分はカットしていく予定です。もうあまりにも時間がねありすぎて、これはやばいんでね、なんとかスムーズに見ていけるようにできればと思っております。ぜひ今後もよろしくお願いいたします。次回は、まあ、この街の探索ですね、こっから始めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ちょっと楽しみですね。はい、ではまた別の動画でお会いいたしましょう。テッシーでした。失礼いたします。